伊田線は、福岡県能型市の能型駅から同県田川市の田川板駅に至る平成筑法鉄道の鉄道路線である。旧日本国有鉄道の特定地方、交通線であった九州旅客鉄道、伊田線を承継した路線である。筑法本線と同じく石炭を若松や戸端の積み出し港へ運搬するために、敷設された。伊田線は、特定地方交通線の中では、 唯一、第三セクター転換前に複線化されている。昼間時間帯は1時間あたり2本運転で、このうち1本が、田川線と直通し、能型駅行橋駅間に、もう1本が、糸田線と直通し、能型駅田川後藤寺駅間に運行される。2013年3月16日のダイヤ改正で、 平日朝にも糸田線直通列車が設定されていたが2021年3月13日のダイヤ改正で平日と休日も同じダイヤ編成となり朝の糸田線直通列車はなくなった。早朝や午前中夜間には金田駅始発終着の列車が数本運行されている。糸田線、田川線ともどもワンマン運転を実施している。 筑区丹田から産出される石炭の輸送のため、後年の筑区本線の支線として、筑区工業鉄道により建設された鉄道路線である。1893年に、能型カナダ間が開通した。1897年に、九州鉄道に合併された後、1899年には、豊州鉄道の井まで延伸され全通した。能型井間は、 1911年に複線化され、この本線の他にも、沿線の炭鉱に伸びる貨物支線を多数有していたが、筑豊丹田の衰退とともにそれも廃止されていった。それに伴い、伊賀線自身も第三次特定地方交通線に選定され、九州旅客鉄道に承継後の1989年に、伊戸田線、田川線とともに、平成筑豊鉄道に転換された。 平成筑豊鉄道に転換後も、カ田ダから伸びる三井鉱山の専用鉄道からのセメント輸送のため、日本貨物鉄道の貨物列車が農型カナダ間に乗り入れ、カ田ダ農型文字港外ヶ浜間に貨物列車が運転されていたが、荷主の三井鉱山がセメント事業から撤退したことにより、2004年3月末日議りで廃止された。筑豊区,区各線と伊田線との位置関係は、 貨物駅を表す、伊田線に関するカテゴリー、ありがとうございます。